まあ、いわゆる社長業っていうのは、まあ、多分世の中にもう世の中にたくさん会社あって、あの社長ってたくさんいると思うんですけども、その、まあ、社長業って一般的にこうこういう仕事だよとか、まあ、サッカークラブの社長はそれの中でちょっとここだけ違うよとか、そういったことを、まあ、最終的には知ってもらって、そこがゴールになればいいなと思っています。この3つです。日本のサッカースポーツを強くしたい、ホームタウン地域に笑顔を活用感動を生みたい、スポーツ産業の職業価値を上げたい、地域の皆さんがね、サッカークラブの地域の皆さんがね、だって水戸ホーリーホークって地域の名前借りてやってんだもん、ホームタウン15市町村って言ってみんなを本拠地ですって、みんなで応援してくださいって言ってるんだもん。その地域の皆さん、パートナー企業の皆さん、ファンサポーター、株主の皆さん、これサッカークラブって特殊なんですよね。特殊なんですよね。僕はみんなはやっぱり感謝をしてほしい、多くの人に感謝をしてほしい。今じゃあ今日何気ない練習の一日だったかもしれない、何練習やってたけど、でもそれはこの環境を作ってくれたたくさんの先人たち、産んでくれた親、食事を作り出してくれる奥さん、いろんな人の力があってみんなそこにいる。でもだいたいここで忘れちゃうんだよ、みんな。正直これはサラリーマンも実は一緒なんだよ。才能と努力で、まあ努力しましたから、東大入りましたから、だけど感謝がなかったらダメなんだ。まあ今自分たちが、まあ、このクラブでサッカー、まあ、できてることだったりとか、まあ、まずサッカーできてるっていうところだったりとか、まあ、いろんな人のサポートだったり、まあ、支えっていうのがあってできてるってことを、まあ、感謝して、まあ、自分も、まあ、サッカーできてることは当たり前じゃないと思ってますし、まあ、家族だったりいろんな人のサポートのおかげでここまで選手として、まあ、プロに入ってできるようになったんで、まあ、改めて感謝の大切さっていうのを知れたかなと思います。ホーリーホックが他のクラブと違うっていうか特色があるっていうのは分かってたんですけど、この社長の話を聞いて具体的にどう違うのか、市民クラブっていうのもどんなクラブなのかっていうのも、まあ、社長の口からっていうか話で直接聞けてとても勉強になりましたし、自分がホーリーホックというクラブにどうやって還元していけばいいのかっていうのを改めて考えましたし、もっともっともっとホーリーホックに貢献したいなと思いました。